モナコグランプリ、モナコグランプリ、モナコ GP は、モナコ広告のモンテカルロ市街地コースで行われる F1 世界選手権レースの一戦。インディ500、ルマン24時間レースと並び世界三大レースの一つに数えられ、F1 及びモナコのシンボルとも言える名物レースとなっている。1929年に第一回大会を開催し、 第2次世界大戦前後の中断、1938年から1947年、1949年と、1950年代前半を除き毎年、開催されてきた。1950年の F1 世界選手権、発足時より、イギリス GP、イタリア GP、ベルギー GP と並んで同シリーズに組み込まれている。このうち、 同じコースで開催され続けているのはモナコ GP のみである。グランプリ期間中、普段は人口3万人の小国におよそ20万人の観客が訪れる。モナコ王室をはじめとして、政財界の協力によって行われる国家的な観光イベントでもある。多くの観客を招き入れるため、キリスト商天祭の祝日となる5月の2週目か3週目の 木曜日に日程を合わせるのが習わしである。近年は F1 カレンダーの過密化により、キリスト教の復活祭と一致しないこともあるが、木曜日からスケジュールが始まるという伝統は続いており、他のグランプリでは初日となる金曜日が、モナコ GP では休息日となる。レースの舞台となるのは、モナコのモンテカルロクトラ・コンダミーヌグの行動を、 閉鎖して作られた一周3340メートルのモンテカルロ市街地コースである。現在の F1 レースでは305キロメートルを超える最低の周回数がレースの規定周回数、早々高距離として定められているが、このコースでは例外として早々高距離が1968年から約260キロメートル、約78周。それまでは、 約 318km、約100周に減らされている。この約 260km という距離は、このコースを F1 マシンで走行し続けるとこれぐらいの距離で2時間以内に収まるから、という理由で決められている。コースの設営準備には6週間、レース後の撤去作業には2週間を要する。コース幅が非常に狭いためレース中の追い抜きは困難であり、他のコースに増して、 予選結果が重要視される。レース中は、ペースの遅いマシンの後方に数台が、呪術なぎとなり、無理な追い抜きで接触する場面がよく見られる。ポールポジションを獲得したドライバーがそのまま優勝することが多く、2018年現在で28回、ポールトゥ・ウィンが達成されている。本グランプリ開始数年後の1933年に、グリッドの決め方がくじ引きから、 現在の方式である予選タイムの早い順に変更されているが、これもこのコースが追い抜き困難で不公平であるからという理由よる。伝統と華やかさに加え、高い技量と集中力を要する難コースであることから、モナコ GP の優勝は3勝分の価値があると言われる。ここで際立って強いドライバーは、モナコマイスターと称賛されることがある。 過去3勝以上を挙げたドライバーには、スターリング・モス、3勝、グラハム・ヒル、5勝、ジャッキー・スチュワート、3勝、アラン・プロスト、4勝、アイルトン・セナ、6勝、ミハイル・シューマッファ、5勝、ニコロ・ロズベルグ、3勝といった名手が名を連ねている。ファン・マヌエル・ファン・ジオは、出走4戦中2勝を挙げ、4戦全てで、ポールポジションとファステストラップを記録している。一方、 ジム・クラークは出走6戦中4回ポールポジションを獲得しながら4位が最高で1勝もできなかった。事故の起きやすい環境やマシンにも過酷でメカニカルトラブルが発生しやすいことから優勝候補がリタイアするなど波乱の展開が繰り広げられることもあり意外なチームやドライバーが優勝することもある。過去名のドライバーがこのコースで f 初優勝を遂げており 初優勝が出やすいコースでもある。モナコ GP の主催者である、モナコ自動車クラブ、オートモビルクラブでモナコ、アクムは、1890年に、モナコ自転車クラブとして発足した。1925年に、自動車クラブに改名し、国際自動車連盟、FIA の前身である、国際自動車公認クラブ協会、エックアに、登録申請を行った。 1911年より、ラリー・モンテカルロを開催していたため、問題なく加盟できると考えていたが、ラリーで使用しているコースのほとんどは、隣国のフランス国内で行われており、レース開催経験の無差を理由に申請を却下された。悪夢会長アレクサンドル・ノゲの息子、アントニー・ノゲは、モナコの街路を使用して、レースを開催する計画を立てた。 当時の行動レースはもっぱら郊外の田舎道で行われており、市街地でのレース運営は無謀に思われた。しかし、モナコ大公類二世や高級ホテルカジノを経営するソシエテデバンドメール社 SBM の理解を得て1929年の第一回開催にこぎつけ、モナコ自動車クラブはエクアに加盟を認められた。功労者であるのげの名は英語読みの アントニー・イノーズとして最終コーナーの名称に残されている。コースデザインにはモナコ出身のドライバールイ・シロンが協力した。シロンはインディ500出場を優先したため第1回大会は不参加だったが第3回大会で優勝している。また引退後は競技委員長を務めシグナル式スタートが採用されるまでスタートチェッカーフラッグを振った。 シロンの名もプールサイドベントの入り口のコーナーに残されている。チェッカンフラッグに見られる現在の白黒一末模様は細かく指定されているが、1970年代以前のかつては今より粗い模様が使われていたことが過去の VTR 映像で確認できる。シグナルも現在はブラックアート方式に改定された。通例では各国の GP 主催者は F1 の商業管理団体である、フォーミュラワンマネージメント、フォームに莫大な開催権料を支払い、コースサイドの看板広告の収入もフォームに収めねば、ならない。モナコ GP の主催者である悪夢は、特例として開催権料を免除されている上に、完売広告収入も手にしている。モナコ GP は2007年まで、ヨーロッパで唯一タバコ広告規制のないレースであった。 高級リゾートという土地柄、富裕層の人々は高級ホテルや自宅アパートのバルコニーや港に停泊する豪華なクルーザーの甲板、フォーミュラワンパドッククラブといった特等席からレースを見している。期間中、ホテルの宿泊料金はのきなみ跳ね上がるが、予約の時点で満室になる上に、高級ホテルの多くは、最低5日から7日以上の連続宿泊を条件と、 一般感染者は、近隣のニースやイタリア方面の街に宿を取り、自家用車や、フランス国鉄、SNCF に乗って、モナコ入りする。一番安い感染ポイントは、最終コーナーを見下ろす段階の立ち見席である。モナコ広告は、所得税非課税のタックスヘイブンとして知られる。外国人が居住するためには、審査が必要となるが、F1 ドライバーは、 名刺として優遇されている。税金対策のほか、治安が良い、プライバシーが守られる、有名人でも特別視されないなどの理由から、スイスと並んで居住地として人気があり、モナコ GP 期間中はマンションから自宅通勤スコーケーが見られる。2000人と2002年のウィナーであるデビット・クルサードは、最高級ホテル、コロンバス・モンテカルロの共同経営者という副業を持っていた。 レースウィークの休息日となる金曜日には、モナコ対抗主催のパーティーが開かれ、ドライバーやチーム関係者をはじめ、世界中のセレブリティが参加する。また、モータースポーツシーズンの終了後には、FIA 参加の各カテゴリーのチャンピオンを集めての表彰式が、モナコで行われる、2011年はインドで開催。モナコ GP は、モナコ王室が観覧する、午前レースであり、 かつては、太鼓02へ賛成と大公費、グレース・ケリーがオープンカーでパレード走行を行っていた。レース後の表彰式もロイヤルファミリーが出席するため、他のグランプリとは手順が大きく異なる。表彰台に関しては、太鼓よりも高い位置にドライバーが立つことが失礼であるとして、特別な台は設けず表彰ステージの最前列に、通常の表彰台と同じ配置で、 ドライバーと優勝コンストラクター表者が整列する。シャンパンに関しては、対抗夫妻にシャンパンがかからないようにするため、対抗の目の前でのランチキ騒ぎは失礼に当たるためである。一国の元首から栄誉を称えられるというところも、このレースの優勝が価値あるものとみなされている理由の一つである。1987年の優勝者、アイルトンセナは、事前にチーム側から、 上記の注意をされていたが、モナコ初優勝の喜びにそのことを忘れ、トロフィー授与終了直後に、ステージ上でシャンパンを開封した。さらに、背後にいたレーニーへ賛成ラ・ロイヤルファミリーに向かって、シャンパンをかけてしまい、式典終了後に、各方面から、お叱りを受けた。2009年の優勝者、ジェンソン・バトンは手順を知らず、ウィニングラップゴピットに戻ってしまった。後に、 マーシャルの誘導ミスと判明。バトンは車両保管所でそのことを知らされ、ホームストレートを駆け足で表彰ステージに向かった。は、初優勝。はその年のドライバーズチャンピオン。は、ポールツウィン,ン1935年から1937年はヨーロッパドライバーズ選手権の一戦として、1952年はスポーツカーレースとして開催された。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。